こんにちは、ミルクティー飲みたいです。ということで、前回の動画の中で、今回ね、やりすぎ都市伝説の考察編を出しますというふうに言ったと思うんですけども、いろんな方がですね、もうすでにそういう動画出されてると思うんですよ。ね、もう話すことねえなって思って、もうみんなね、飽きてる頃だろうなっていうことで、であればもう普通に考察しても面白くないかなと思ったので、僕はですね、自称日本で一番面倒くさいやりすぎファンだというふうに思っているので、その角度から今回は考察していこうと思うので、例えば映画とかの見終わった後にやたら長々とこう自分のね、解釈を話す人っているじゃないですか。映画評論家だと町山さんとか、ね、町山さん僕大ファンですけども、それ面倒くさい話が好きな方というか、すごく深く考察するのが好きな方に向けて今日はお話ししていこうかなと思ってるので、ちょっと長い話が嫌いだなっていう方はあんまり向いてないかもしれないですね。ということで、早速ですね、面倒くさい話していきたいと思います。と最近というか、結構前からよく目にする意見なんですけども、やりすぎ都市伝説放送後には必ずと言っていいほど、ミスター都市伝説の関さんは実はニューワールドオーダーをですね、推進するあっち側の人間なんじゃないかっていう、そういう説がですね、やたら出てくるというか、ツイッターとか結構コメントでもよく目にする気がするんですけど、皆さんはどう思うでしょうか。基本的にはニューワールドオーダーイコール悪っていうのが、都市伝説陰謀論の常識というか、もうそういうもんだと思うんですけど、僕はですね、ちょっとそうじゃないかなというか、僕も昔はそう思っていたんですけども、いつからかそんな簡単な話ではないんじゃないかなっていうふうに思うことがあるんですよ。それはそもそもニューワールドオーダーというものの仕組みというか、本質というのは何かっていうところから話していくと、世界を統一して地球規模で一つの、地球が一つの国みたいな、一つの国家を作る、それがニューワールドオーダーの考え方だと思うんですが、実はニューワールドオーダーの考え方っていうのは、例えば世界を究極的に争いをゼロにして世界平和を目指すという場合と、基本的に考え方って同じなんですよ。戦争っていうのは基本的に国と国の戦いなので、戦争をなくしたければ国家というものをなくしていかなければいけないですよね。国家をなくすには、例えばテクノロジーであればインターネットを使って、価値観をですね、世界的に共有していくだとか、あとは仮想通貨といった、世界共通の通貨、お金を作るっていうことが必要ですよね。そしてその後、結局 AI にしろ、誰かしらが政治であるとか経済であるとか、法律であるとか医療であるとか、公共の仕組みをコントロールする必要が出てくるわけで、さらに犯罪やテロというものをなくしていくためには、監視システムを強化する必要っていうのがあるわけです。よって世界を統一しましょうという、そのニューワールドオーダーという考え方を一概に嫌だって言ってしまうと、現代の戦争や紛争やテロというものが、存在する世の中がこれから先の未来も続いていくのか、またはニューワールドオーダー以外の方法でそれらをなくしていく方法が思いつくという、方じゃなければ、結局世の中が良くならなくても自分が良ければいいというふうになってしまうわけですね。世の中には表と裏があって、理想と現実、善と悪がひっくり返るということを、関さんがおっしゃっていたというのは、僕らの前提にあるニューワールドオーダーイコール悪っていう考え方を一度脱却して、いいニューワールドオーダーができればいいよねっていうことなのではないかなと。この前お話ししましたが、仮にこのまま行くと日本は中国に吸収されてしまう未来が見えるというところで、中国に吸収されるよりかはマシかなと僕は思うんですよね。じゃあニューワールドオーダーというものが完成すればいいなということで、このまま先も進んでいけばいいなというふうに思うんですけども、実際そうはいかないだろうなっていうのもあります。関さんは確かやりすぎの中で、正直な人というか、真っ当な人間が生き残っていき、嘘をつく人やそういう悪い人は淘汰されていくっていう話をしていたと思うんですけど、僕はエルレガーデンっていうバンドの金星っていう曲の冒頭にある、最後に笑うのは正直なやつだけだっていう言葉をですね、信じてこれまで生きてきたつもりなんですけど、なぜ関さんや細見さんが最後に笑うのは正直なやつだっていうことを、歌うのかっていうことをね、考えてみると、本当は世の中がそうじゃないから、そういう歌ができるんですよね。本当に最後には正直な人間が笑えるような世の中だったら、こんな歌作る必要もなければ、
こんなことをテレビで言う必要はないと思うんですね。というある意味逆説的なですね、捉え方をする必要があるのかなと。なので前回僕は動画の中でもあれは理想ではあるよねっていうお話はしたと思います。結局人間は AI によって例えばずるいことをしたらそれが監視されてしまうという世の中になった場合、どうやったら監視されないかっていうことを考える生き物だと思っていて、現代こうテクノロジーがどんどん進歩していますけども、真面目な人が真っ当に仕事をするよりもビットコインを、売って売買している人の方が何百倍も稼いでいるという、悲しいですがそれが現実なのかなって思いますね。ではやりすぎの本題のお話に入っていきますと、残された時間は残りわずかで、人類または地球がやばい時期に突入していくよっていうことと、今まで神とされてきたものが実は宇宙人ですよっていうお話であったり、人類はかつて宇宙人にいじられたんですよっていうのが、特にこう重大なテーマとしてあったと思うんですけど、実は僕はこれはそんなにタブーだとは思っていないんですよね。なぜなら逆に人間は永遠に滅ばないとでも思ってたんですかっていうことと、宇宙には地球人以外いないと思ってたんですかっていうことと、僕たちと僕たちの先祖以外この地球という星に立ち入った知的生命体は、ゼロだったんですかっていうことなんですよ。そう考えると、かつて僕らは地球の周りを太陽が回っていると考えていたように、僕ら自身に都合がいいように幻想の上でですね、世界というものを捉えてしまっていたのではないかっていうことで、そう考えるとある意味原始的な考えに立ち戻ったのかなっていうふうに思っています。人類がいつか滅ぶこと、宇宙人がいるということ、それが歴史に関与したことがあるということっていうのは、想像するのにそんなにこう複雑な考え方ではなくて、それがタブーだというふうにに思われ続けてきたということがそもそも変なのかなって思っていて、なのでそろそろこれにいちいち驚くことをもうやめにしようと、この辺で終わりにしようと、でないとそこから先の考えというか、もうそれから先の話に進めないよねっていう話なんですよ。ではですね、今回のやりすぎの内容というのを時系列で並べていきますと、かつて1万2000年ぐらい前にはトルコに人類最古の文明が存在していたと。番組の中では人類最古というふうに言っておりましたが、例えば海底の中とか、南極の氷山の中とかにまだ遺跡がある可能性もあるという意味では、現段階で世界最古っていう意味ですよね。そこにですね、口のない宇宙人というのが飛来しまして、彼らが人類に知恵を与えたことによって、現在の歴史から見れば不可能と思われる建築であったり、天文学といった知識、そういった高度な文明を築くことができたと。そこで現代の歴史の認識とはちょっと異なるけども、農耕よりも前に宗教というものがあった。それは宇宙人というものを神とする宗教でした。その後地球はフォトンベルトに突入し、さらに核戦争が起こってしまい、その時の古代超古代文明は滅んでしまいました。それから数千年後に、僕らの知る四大文明をはじめとした、歴史で習う、古代文明というものが生まれですね、そこから現代に続くまで僕らの知るような、歴史が続きながらも、その裏では宇宙人が実はテクノロジーの知恵というのを与え続けてきたと。そして近年になって再び僕らはフォトンベルトに突入する時期に、周期に入ったというところで、その中で宇宙からたくさんこうエネルギーが降り注ぎながら、特殊な遺伝子を持つ人類が生まれていき、同時に氷河期も近づいているので、人間は機械と融合する進化を遂げなければ、滅んでしまうよっていう、お話ですよね。簡単に話すと、そんな感じだと思うんですけども、時系列順に並べてみるとそこまでこう難しい複雑な話ではないような気がしてくるんですけども、なぜやりすぎ都市伝説を見ているとなんかちょっと困惑する部分があったり、ちょっとねなんかよくわからなくなってくるのかなっていうふうに考えると、最近のやりすぎ都市伝説っていうのは単純な都市伝説というものではなくて、ドキュメンタリー的要素だったり自己啓発的要素だったりスピリチュアル要素っていうのが複合的に混ざっているんですよ。それがあまり区切りがないままこう流れていっているので、こうそれが事実なのかそれが仮説なのか、そこが曖昧な
ものになっていると思っていて、さらに超古代っていうところから、近未来っていうところまでこう、なんだろう、過去と未来が交互にこう出てきて、まあ、現在っていうのも、こう踏みながら進んでいくので、なんだかこうよく分からなく、まあ、なってしまうんですけども、おそらくこれは意図的に、まあ、そういう構成にはなっていると思いますが、こうなったのって2013年ぐらいからなんですよ。おそらくやりすぎ都市伝説になる前のやりすぎコージーの中の一つのコーナーだった頃のやりすぎを見てみると、もっとね、あのシンプルで、いわゆる僕ら都市伝説系 YouTuber が話しているのと、まあ、ほとんど同じような作りになっていると思います。ではギョビクリテペに関する僕の、まあ、意見というか考えをこれからお話ししていきますと、あの遺跡って実はまだ9割ぐらいは発掘されてないんですよ。なのであれはあくまで発掘した1割ぐらいの部分の中での話なので、現段階で答えを出すのはなかなか難しいんじゃないかなというふうには思っております。まあ、その中で出てきた、あの口がない、あの気持ち悪い像あるじゃないですか。なんかまあ気持ち悪い中でもちょっとなんか可愛いみたいな、そんな感じの出てきてたと思うんですけども、僕の中でまあ2つぐらいなんとなくこうなんか説がありまして、まあ、1つはですね、あの口がない石像は別に宇宙人ではないっていう説、おそらくデザイン的にはこうモアイ像とかともちょっとこう、まあ、近い部分はあると思うんですけど、おそらく当時の人の中でこう口をなくすことに何か意味があったのか、例えばこう儀式とか何かこう生贄とかの何かに、祭りごととかに使われていたものではないかっていう、または本当にこう空からこう飛来した何かだとしてもですよ、口がないとあのご飯が食べれないじゃないですか。ご飯が食べれないじゃないですか。生身の生き物ってご飯食べないと絶対に生きていけないですよね。ということはつまりあれは、まあ、機械の人間というか機械の宇宙人、アンドロイドという説ですよね。ロボットだとしたら、まあ、口がなくても何かこう充電すれば生きていけるっていうところで、まあ、そうなんじゃないかなっていう。ちなみにあの地下都市に関してはどうやって作ったのかっていうのは正直僕にもわからないですね。もしかしたら僕たちがですね、あまりにもこう古代の人を見くびっているというか甘く見ているだけで、まあ、当時のその人たちは危機的な状況にあったのであれば、ああいうものを作り出すだけの、まあ、知識というか知恵が働いた可能性もありますし、またはまあそれなりの根性というか、本当にもう根性と努力だけであれを作ったっていうのは現実的にはまああるんじゃないかなっていうふうにも思いますが、もしかしたらエジソンが開発するよりもずっと前にこう電球か電球みたいに暗闇を照らすことができる技術というのを発明していた可能性もありますが、でもさっきも言った通り、そのほとんどまだ発掘されてないっていうのもあるし、その公に公表されてない情報というのもあるので、もう今の段階であれはどうだっていう断言はできないかなっていう気がします。では最後にですね、まあ、フォトンベルトについても触れると前回言ったのでちょっと触れていくと、僕としてはまあフォトンベルトはあったら面白いなというかロマンがあって、まあ、宇宙の中にリングがあるっていうのは面白いなっていうふうには思うんですけども、なんせ今の科学の技術ではあれを観測することもできなければ、あれと現代のその自然災害がどうこう関係してるのか、因果があるのかっていうことが分かんないので何とも言えないっていうのがあります。ただスピリチュアル的な話をするならば、そこと関連しているところでアセンションっていうのがあるんですよ。まあ、次元上昇ってやつですね。アセンションに関しては僕は十分にあり得るかなというか、今後意識の時代に突入していくというのは僕も、まあ、かなりあり得るというふうに思っているんですよね。フォトンベルトっていうのが、まあ、最近知られたことではなくて、昔からムーっていうオカルト雑誌があるんですけど、ムーが昔から、まあ、特集していた話題ではあるので、まあ、やりすぎが結構そのムー寄りのオカルト寄りの話もね、するようになってきたなっていう、まあ、そういう感じですよね。ムーの編集長に三上さんっていう方がいるんですけど、三上さんって、まあ、テレビでキャリーパミュパミュと一緒にも出てると思いますけど、あの三上さんのそのオカルトに対する姿勢っていうのがすごくこう僕の中ではいいなっていうふうに思ってまして、あの関さんの情熱的なタイプとはちょっとね、あの対照的なところではあるんですけども、すごくね面白いので、オカルトが好きなのであればぜひね、あのちょっと見てみてくださいということで、これでもちょっと抑えた方ではあるんですけども、まあ我ながらやっぱり面倒くさい話するやつだなって
自分のことを思いましたということで、まあこういう話も聞いてやってもいいかなっていう方は、よかったらグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。次回はね、今まで通りのなんか面白い話をですね、まあ軽くしていきたらなというふうに思うので、よろしくお願いします。あとラジオもね、そろそろ撮ろうかなと思ってるんで、ラジオで話してほしい話とかも送っていただけたら、質問とかね。でこれでとりあえず今回のやりすぎに関しての考察は最後かなというところで、最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。失礼します。